はい、同人生活ですということで、はい、エリア15ステージ6キングギドラ行きたいと思います。でね、あと行ってないステージってどれぐらいあるんだろう。まあでも特撮カメラが84だから、もうあと 2,3 ステージぐらいだと思うんだけど。私たちはゴジラを止められるのでしょうか。どうだろうね。まあそれは努力次第。歴史に名を残す必要などない。まあ頑張り次第というか。未確認の生体反応を確認。何か来ます。はや、来るの早くないか。60秒か。あ、で別にここは時間制限はないと。どっちか機能停止しました。ゴジラ第2区画に到達。とりあえずカメラを集めつつだね。カメラを集めつつ、カメラを集めつつ、こいつを破壊すると。キングギドラな。おっと、危ない。間に合ってよかった。キングギドラは一回戦ったきりか、確かね。残念。あ、来た。キングギドラです。こいつはなんかもう第4話ぐらいの時に瞬殺してしまった悲しい怪獣だった気がする。ちょっと待って、お前邪魔。65メートルか。こっちの方がめっちゃでかいぞしかも尻尾当たっちゃうって。おら、こういうことしちゃうぞ、本当にもう。悪い子には、悪い子には、蹴りをかまして、そのまま暴力しちゃうぞ。おらー。いやもうなんか、ゴジラ、ほんとでかくすると強くなるな。強くなり方がね、えげつないっていうかね、半端ないよね。ほら、もう完全にね、キングギドラはね、最初に出てきた時とあんまり変わんないですから、この戦闘が。完全に防戦一方で、かわいそうに。あ、やべ。エネルギー切れだった。とどめを刺してやろう。究極に弱い。沈黙しました。はい、沈黙したね。敵を倒して満足してくれれば良いのですが、やはりジェネレーターが目的でしょうね。まあそうですな。でここら辺までね、話が進んできて思ったのはあれなんですよ。1ステージをいかに長くやれるかっていう、なんかもう本当に、なんだろう、難易度によっては一つのステージだけクリアして、もうあとはやったことあるステージだからカットっていうね、ことが多々あるんですけど、まあそれだとね、ちょっと撮ってるこっちも編集がなんか面白いことが起きるかなと思ってずっとカメラ回してるけども、まあ面白いことは起きず、容量だけはでかくなっていくってことなんで、まあね、とりあえずステージ上のね、すべてのものを破壊してね、この、なんだろう、見せるプレイを、見せるプレイというか、このゴジラらしさをね、ちょっと出していけたらいいなと考えておりますけど。よし、とりあえずカメラはね、あ、やべ、出ちゃった。でもこれやっぱ 100% になるとさ、
100% になると絶対何かいいことがあるはずなんだよね。だってそうじゃなきゃ人類負けちゃうからさ。いやまあでもメカゴジラが負けた時点であれですけども、ほぼ負けたようなもんですけど人類は。てかエンディングのスタッフロールも流れちゃったし、まあでも最終目的としてはデストロイヤーを倒すところなのかなとは思ってますけどね。よし爆破。あやばい、一つだけ残してるぞ、あのちっちゃいやつ、取水塔みたいなやつ。とりあえず 100% 破壊を目指そうか。まあ、自衛隊の兵器はまあいいとして、あとここら辺だね。あ、災害レベル上がっちゃう。災害レベル3に設定。フルメタルミサイル、フルメタルミサイル解除。まあっていうかねえ、最大公約数じゃなかったらちょっといろんな意味で暴政なんですけどみたいなところはありますが、よし放射で回避。そう、放射するとなんか案外回避できちゃうっていう謎のシステムだからね。よし、どんどんでかくなっていくぞゴジラ。いいね。ゴジラの生体反応依然として健在。まあ別に倒しましたみたいな報告が 100% 壊されてますけど、じゃあ次のステージの選択肢に知らないステージがなければちょっと今回はおしまいかな。あ、そうだね。あ、でもなんか不明になってる、ちょっと行ってみようか。この不明が一体何が来るのかっていうのをちょっと見てみたいね。エリア内に反応。よし、まあ飛ばして、確かスーパー X と X2 が来るのは分かってるけど、それ以外にもなんか来るみたいだな。多分スーパー X と戦う上でトーチカを破壊するのが結構でかいあれだと思うんだよな。トーチカのさ、ミサイルが結構うざいところあるから、トーチカをね破壊しちゃうのがちょっとスーパー X と戦う上で結構重要かもしれない。そしてまあここはね 100% 壊していきますけども。お、来た、やっと来たかもう臨戦態勢だな、完全にハッチ開けてミサイル撃つ気じゃん。レーザー撃ってきた。よし、これで当たるか。あ、当たる当たる。ここでスーパー X2 30秒後に到達します。ここでねスーパー X を先に倒してしまいたいな。よーし、 OK。 スーパー X 機能低下、戦況芳しくありません。ちょっとぐるって回って、よし、そろそろ落ちるぞ。最後だ、 OK。でこれでとりあえず 100% 破壊を、スーパー X2 到着しました。で X2 も倒して 100% 破壊してからあれだね。おお、フルメタルミサイルが飛んできてた。第2部隊、攻撃を開始してください。スーパー X2 は、あ、やべ、反射された。
見てなかった。ほら、よしよしよし、ここでぐるって回れば結構当たる。よーし、オッケー。もうスーパー X も戦い慣れちゃったからね。ごめんね。あ、ダメだ、外した。よーし、オッケー。オッケー、スーパー X シリーズは全撃破と。そして今 80% か。結構破壊してきたな。よし、じゃあジェネレーター一つぐらい破壊しようか。よいしょ。いやー、でも結構ね、ボリュームがあるのかないのかって言われたら、ステージ使い回しだからない方なのかもしれないけれども、多分この後に、この後にあるのはもうね、メカゴジラとなんかその程度の戦闘ですから。まあじゃあこれが終わったら一回切るという形で終わりたいと思います。よし、じゃあこいつも壊そう。よいしょ。でも 100% の解析率にすると一体何が出てくるのかちょっと気になるよね。スーパーメガゴジラが確か気流3式みたいな感じだった気がするから、多分最終モデルだと思うんですけど、あのメカゴジラのね。どうなんだろうね。すごい、いやでもすごいすごいすごい、めっちゃ今までこうはるかにしのぐ大きさまで成長してるよ今ゴジラ。90、86メートル、すごい。96%。あとこれか。あれ、あとどれだ。これじゃないよな。これは確か町の設備に入ってないから 100% にするにはなんか足りないな。ビルがあるか。どっかにビルが、どっかになんか建物が残ってんのかな。 あそこにあった。めっちゃ遠いところに残ってるじゃああれを壊してこいつを壊して差し上げて、 OK、 ベースゲットで、最後にあのジェネレーターを壊すとおしまいだな。いやー、もうそれにしてもキングギドラも雑魚的になっちゃってるからな。恐ろしいレベルのゴジラ、ほんとでかくなると攻撃力は半端なく上がるな。オッケー。はい、ということで、そうだね、ゴジラの生存を確認。我が部隊は壊滅。でもまだなんか打つ手が、超を超えた采配は私には無理だ。まだ、あ、奥の手がみたいな感じになったはず。ゴジラのデータこれだけ揃っていれば、でまあいつもと同じ感じのアモスラの成虫だ。まあそれはいいんですけれども、じゃあね、今回はここで一回やめておきたいと思います。それでは続きはまた次回。それじゃまたな。